公園と、上司小川城から移築されたと伝わる、県婚院の総門小川城は、現在の愛知県知田郡東浦町小川にあたる、尾張国知田郡小川に所在する城。城石は、小川城市として、東浦町指定の史跡となっている。文明年間に、水野忠志守により築城。後、憲章、清忠、忠政、信元と続いた。 天正八年の水野忠盛の入場に際し、居所の移転がなされる。慶長六年に小川藩が成立、水野文昌が上司となるが、新城藩移法に伴い、慶長七年に廃城となる。南から北に、出丸、二つに区切られた、主角、家臣の屋敷、忠盛及び文昌の居城となった、黒ル郡からなる。帝主の築城による主角及びその周囲の黒ルを、 小川古城と称し、ただらの居城区域を、高野武城もしくは、小川新城と呼ぶことがある。それぞれ現在の東浦町小川座古城と、小川座屋敷3区に相当する。小川古城の主角は、自動公園となっており、わずかに北側の土塁の一部が残存する。土塁に隣接して、小川城市の石表と、城市全体の縄張り図を含む、案内板がある。古来、 この場所は、日本穂高の統制の檻に、橋渡で受水した、音立花姫の父である、穂積忍山宿根の古墳跡との伝承がある。荒野部城周辺は一面宅地となり、当時の面影をとどめていない。かつては、石碑が建てられていたが、今は、東浦町役場の北に移動されている。ただし、水野市菩提寺の健康民の騒門は、 小川新城廃場の後に移築されたもので、現存する唯一の建物であるとの伝承が、同時にある。JR 東海竹戸予選小川駅より、徒歩15分。住宅街の一角にあり、駐車場はない。ありがとうございます。